逃げられない恐怖、クローズドサークル参戦。いらっしゃいませ、カフェミステリークイーンへようこそ。スタッフのしおりが本日もおすすめミステリー小説をご案内します。本日はしおりのおすすめクローズドサークル参戦です。今回お話ししたいタイトルはこの3つ、月光ゲーム、霧越邸殺人事件、グレン館の殺人。どうぞお飲み物でも飲みながらのんびりとお聞きください。あなたはクローズドサークルがお好きですか？私は大好き。いろんな理由で外の世界と離されてしまった状態で殺人事件が起こるシチュエーションなんて最高。逃げ場のない恐怖、次は自分がという不安感、一体誰が、もしかして自分たち以外に殺人鬼がいるのかも、なんてドキドキ。本屋さんを歩いていてクローズドサークルって帯を見ちゃうとすぐ手に取っちゃうくらい好き。昔から布団の中で雪山に閉じ込められる妄想とか、ベッドの周りは溶岩だからどう脱出するかとか妄想してきたから好きになる片鱗はあったのかもしれない。クローズドサークルの代表として有名なものといえば、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」ですね。孤島に閉じ込められてしまった人たちの恐怖、名作。少し前に日本バージョンの「そして誰もいなくなった」2夜連続ドラマスペシャルが放送されていました。沢村一樹さん、渡瀬恒彦さん、津川雅彦さん、仲間由紀恵さんたちと豪華俳優陣。アガサ・クリスティの原作を読まれていると違和感などあるかもしれませんが、私としてはとっても面白かったです。まだご覧になっていない方はぜひレンタルしてみてください。さて、この「そして誰もいなくなった」は海に囲まれた孤島ですが、今回の3作品はどんなクローズドサークルかというと、月光ゲーム、キャンプ中の山の噴火、霧越邸殺人事件、吹雪の山荘、グレン館の殺人、落雷による山火事。これだけの情報でもワクワクしませんか？こんなシチュエーションで閉じ込められちゃうんですよ。では各作品のストーリーをご紹介します。アリス川アリス著、月光ゲーム。アリス川アリスら瑛都大学の推理小説研究会は夏合宿で矢吹山にキャンプをすることになった。休火山で活動を停止していると思っていたのに、アリスたちはキャンプ中違う大学の学生グループと仲良くなり、楽しくキャンプを終えるはずだった。しかし矢吹山が噴火し陸の孤島に。何もしなくても死んでしまうかもしれない、そんな状況でなぜか仲間たちが殺されていく。アリスたちは無事に山を降りることができるのか。アリス川アリスさんのデビュー作にして、その後続く学生アリスシリーズの第1作目、月光ゲームは初めからドキドキでした。小説を聞いたら突然日本一危ない場所にポンって放り出されたのです。って思いながらどんどん話の中に入っていって、気づいたら一気読みでした。アリスの青春も書かれ、淡い恋心を応援したり応援したくなかったり、最後には読者への挑戦状もありますので、ぜひ挑戦してみましょう。綾辻ゆきと著、霧越邸殺人事件。暗色テントという小さな劇団一行は打ち上げ旅行の帰りに吹雪に遭ってしまう。ボロボロの状態で運よく山の中の霧越邸にたどり着いた。安心もつかの間だった。吹雪は弱まることはなく、不気味な住人たちの住まうこの館から出られなくなってしまった。そして世界が白で埋め尽くされていく中、不可解な殺人事件が発生する。犯人は自分たちの中にいるのか、それとも。霧越邸殺人事件は私のまだ短い小説人生の中で最も美しいと感じた物語です。好きでたまりません。景色の美しさと反比例した凄まじい事件、それがまたいい。なんだこれ、最高じゃないか。読んだ後はテンション高くて部屋で踊り狂いたかったくらいです。厚川辰巳著、グレン館の殺人。葛城と田所は高校の勉強合宿を抜け出す計画を立てていた。憧れの小説家に会うために山の上に建てられた文豪の屋敷に向かう途中で落雷により山火事になってしまう。憧れのお屋敷でどうにか避難をさせてもらえることになったが、そこに住む少女が圧死の状態で発見される。山火事は刻一刻と屋敷に向かっている。謎を解くのが先決か、脱出するのが先決か、ギリギリの状態で明かされる真実とは。
このグレンカンの殺人は探偵とはという物語だと思う。無責任にミステリーを読んでいる私は、こんな探偵がいいとか、さすが名探偵最高なんて言ってますが、やはり探偵とはを追求するといろいろな悩みがあるものなんだなぁと感じました。37歳になった金田一くんも、もう謎は解きたくないって言っているみたいですしね。いろいろな人間の葛藤がこの小説には詰まっている。いかがでしたか？3作品どれも素敵なクローズドサークルで目移りしてしまいますね。今回はたくさんあるクローズドサークルの中からこの3タイトルをご紹介しましたが、もっともっとたくさんあります。これからクローズドサークルものとか、もちろんそれ以外も紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。最後まで見ていただきありがとうございました。これからもたくさん私が読んだミステリーの本を紹介させていただきますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。